可愛いでしょ。どう？まだ。ホテルの近くの多分あのホテルの近くが船出るところ。多分そこいろんな船が出てるからそこじゃないかな。でもなんか結構高いみたい。
なんかだんだん古くなってる。うん。どこ全然に足かかってる。そう、でもなんか言ってた。お金払って取りに行ってるからね。で、いっぱい持って帰る？なんか、なんかも食べてる？1500円で、1人4キロまでしかダメ。でも、そのチェックする人がいつもお昼、うん、だから酒井さんは朝から行って、取って車に隠して。でも、この…じゃあ、いっぱい持って帰ってるよ。そうそう。で、この前は、あ、で、なんか帰るときに、めっちゃ取れるところが見つかったんやけど、もうその時には取られるだって。いっぱい取れてます。あ、そうなの？絶対4キロ。そう、うん、でも1人、うん、まあ、1人で行ってるから。ファミリーで行ってる人とかは1人4キロだから。あ、この中あるよ。ヒールの暑さでしょ、これは。一応水着は持っていくだけど、写真のためだけど。違う、カノンがやっぱダメ。UV、うん、もうダメだから。だから赤ちゃん指ありそうなと思って調べる。なあ、でしょ、なるよな。うん、バカママだから。